御所線は、奈良県葛城市の関戸駅から奈良県五瀬市の近鉄御所駅までを結ぶ近畿日本鉄道の鉄道路線。大阪方面への通勤路線としての役割に加え、葛城山へ向かうルートもになっており、近鉄御所駅からは近鉄が運営する葛城山ロープウェイに連絡するバスに接続している。スルッと関西対応カード及び J スルーカード。 IC カードピタパーイコカスイカなど全国総合、利用乗車カードが使用できる。前線、大阪東荷部の管轄である。尺度駅東方の踏切から、東方右へ急カーブして、分かれるのが五所線。左の副線は、南大阪線運転本数は1時間あたり朝、ラッシュ時後往復、それ以外の時間帯は4往復運転される。南大阪線は大阪阿部延橋駅。 古市駅との直通列車が設定されており、船内折り返し列車は一部を除き、ワンマン運転を行っている。直通列車については、朝ら主事の上り列車の一部が、大阪安倍の橋行き順級として運転されている。また朝の上下や夕方、深夜の下りの一部の普通は2から4両編成で、古市駅まで直通運転している。なお、年までは、 日中時間帯にも大阪阿部伸橋駅直通の準急が1時間。1994年までは休日の朝夕に大阪阿部伸橋駅直通の急行が定期列車で設定されていた。いずれも現在は設定されていない。日中は2両編成の運転で、尺度駅での大阪阿部伸橋方面との乗り換えを意識したダイヤが組まれている。 普段は普通と朝ラッシュ時に運転される準急のみの運転であるが、カツ山の山頂付近は、筒子の名所で、筒子観賞客の利便のため、春の行楽シーズンには、大阪阿部伸橋駅近鉄御所駅間で、臨時急行、カツの高原号を運転している。大晦日から元旦にかけての週夜運転は、御所線でも実施されており、近年では、尺度駅近鉄御所駅間に普通を、 おおむね30分間隔で運転する形態となっている。時刻は近鉄の公式ホームページでも紹介されている。過去には、カツ山から初日の出を拝む乗客のために、大阪阿部の橋発近鉄御所行の普通、カツ初日の出号が運転されていた。詳細は、近鉄南大阪線車両を、参照特急車両を除く、南大阪線系統の通勤系車両が、 使用されているが、ワンマン列車については、ワンマン対応の6432系が使用されている。通常は、試運転を含めて、特急車両は入線していない。ただし、不定期ではあるが、桜ラ,ライナー26000系が1997年3月26日と、桂ツ山、初日の出ツアーで2014年に1月1日に入線したことがある。 南大阪線の前身、大阪鉄道の合計会社である、南和電気鉄道が開業させた。さらに南進して五条、橋本方面へ至る計画があったが果たせなかった。そのため、近鉄五所駅は終点の駅というよりは中間駅のような構造になっている。ありがとうございます。